山頂でもとも止まった。これはやばい。ちょっと早く行かないと帰れなくなっちゃいます。もはや川、もうこのまま向かいます。これはひどいよ。でさあもう あそこにはまだ月が見えて、見てください、このいい天気、天気、はい、晴れました。あそこに天場があるんですが、そこからぐーっとと回ってあっちの方に登っていきたいと思います。はい、日の出に気を取られて準備をしていたら6時半になってしまいました。設計を登ってきました。で、上がるとお花畑よいしょ。沢の間みたいなめっちゃイワイワしたところを歩くんですが、もう左右はめっちゃ綺麗、お花もすごいたくさん咲いてるので、昨日のあの大変な山こぎは何だったのでしょうか。めっちゃ綺麗。わあ、私が登るのはあっちかね。はい、そういうことです。時刻が6時15分。ちょっと早く行かないと帰れなくなっちゃう。めっちゃ遠くまで見える。とても綺麗なんですが、今からあそこの日がめっちゃ当たっている尾根を登っていきます。時間大丈夫かな。ドーン、あれかな、山頂は乳母権現、このお地蔵様が乳母権現なんですね。ありがとうございます。勝手にそう思ってるけど、まず調べてください。見どころはたくさんあるんですが、時間がないのでサク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 登ります。今ね、あそこ降りたのよ。これ今からさ、あれ登ってさ、また降りて、またあれ登って天場に戻って下山しなきゃいけないってなると、結構先が思いやられますな。でも天気はめちゃいい。登るか、この岩場を登らねばなりません。もう高いよ。
力不足じゃ。おまんじゅうくんバテてる。え、今この辺りで、あと1時間ぐらいなので、もうめちゃくちゃさっさと降りて温泉に入りたい気持ちでいっぱいですが、頑張れますか？頑張るしかない。これ4人だったらなんか違ったかな。伝わりにくいですが、紫、ピンク、オレンジのお花畑が広がっております。伝わりにくいですが、めっちゃ綺麗だもん。最後の坂です。ここに書いてある飯豊本山です。でもあれではなくて、その横が本山なんでね。ワープしたいよ。現実世界ではワープできない。登り始めて5分ぐらいのところに最高のベンチがあります。見てこの平ら具合、めっちゃ座りやすいの。そこからの景色がこちら。なんかふわふわしてる葉っぱがある。天気もいいし、絶景なのはいいんですけど、なかなか疲れない。いや、景色が綺麗すぎるね。東北の山ってこんなに良かったんですね。全然つかないけど山頂に。手ぬぐいはこうパサッパサッとやって、後ろにこうやって座ったらなんかいい感じの日焼けになりました。はあ、飯豊本山の手前の平らなところにテントがいくつか張ってあります。ここってテント張れるんですね。切り合わせ小屋からここまでテントを担ぐ体力がある方、ここでのテントもいいかも。飯豊さんの本山小屋にたどり着きました。砦があります。きちっとトイレもございます。本山小屋の横にはこちら飯豊神社がございます。お参りをしたいところなんですが、一旦山頂に向かいます。ここから25分でやっと本山の山頂に着く。お参りさせていただきますので行きましょう。ただ一番高いのは向こうの大日岳。あとちょっとで山頂です。この絶景を見るために来れてよかった。この絶景を見るために昨日雨の中7時間、歩いてきました。すいません。迫り来る自分の iPhone。 今まで登った中でも上位を争う感じだった。着いたよ。着きました。飯豊本山標高2105メートルです。やっと着いた。Thank you.
手間かしくいい景色が広がっております。登山口から7時間半登ってテント泊をして、テントから約3時間弱登ってやっとたどり着きました。360度絶景が広がっております。本当に頑張ってよかった。痛い。山頂でもとも止まった。人が少なくてとても良かった。あとは今から7時間8時間かけて下山しなくてはいけません。頑張る。で、あっちの大日岳までの縦走路もめちゃくちゃ綺麗そうで、あと3日ぐらいここにいたい気持ちは山々なのですが、明日もお仕事ですし、テントを回収して帰らなければいけないので、本日はもうここでワープしようと思います。わー、ここでしか買えないよ。バチがあります。普段バチは買わないのですが、今回めちゃくちゃ頑張ったので、1個だけ記念にね、記念にね。2種類やるんですか？どうしよう、迷わないでパッと決める。どっちが人気ですか？両方。あ、こっちで、はい、ありがとうございます、はい、やったー。これあったね、イーデリンドバッチです。黄色と青のやつにしました。これがイーデリンド、かわいいね。ここにつけました、イーデリンド。ガスってく。切り合わせ避難小屋です。このクーラーボックスにジュースがいっぱい入っています。品揃えはこんな感じで、きちっと水場もございます。ただ出てるのはめっちゃちょろちょろ。水はちょろちょろなのですごく時間がかかります。ホースから出てる水はそのまま飲めます。トイレも4つくらいあります。人もあまり多くないので、朝も夕方も混むことはありませんでした。はい、ただいま時刻は16時。なんだ、 4,5 時間下りまして、本当に達成感のある山でした。はい、というわけで長々とご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。久々にしんどかった。山に登った後に美味しいご飯を食べるのが楽しみで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 仕方がない。登山口から約1時間玉の湯おいたま温泉に参りました。山くっ